羊山公園の芝桜の丘羊山公園は埼玉県秩父市大宮にある公園。一面に芝桜が植えられた芝桜の丘で知られ、毎年4月上旬から5月上旬の開花時期には多くの観光客で賑わう。武甲山から北に尾根城に伸びる羊山丘陵上にあり、西に秩父市街を一望でき、南には 武功さんの雄大な姿を間近に見ることができる。公園は中央部にある小さな谷で南北に2分される形になっており、北側のブロックに見晴らしの丘など、南側のブロックに芝桜の丘などがある。芝桜の丘には約17,600平方メートルの面積に9種類、約40万株の芝桜が植えられており、4月上旬から5月上旬に、 かけては一面がピンクと白に塗り分けられる。芝桜は2000年から植えられ始め、それ以降知名度が増して、多くの観光客が訪れるようになった。斜面のデザインは、ユネスコ無形文化遺産に登録されている、秩父夜祭りの出汁に乗った林での地盤模様をイメージしている。開花時期には、秩父鉄道や西武鉄道で、臨時列車が運転されている。 公園内に駐車場があるものの、開花期にはとても収容しきれないため、近隣地に臨時駐車場を設置するとともに、公園周辺の交通規制が実施されるが、周囲の道路では大渋滞が起きている。羊山の名は、戦前に県の免用市畜場が設けられていたことによる。この名にちなんで、芝桜の丘の西に触れ合い牧場が設けられ、多くの羊が飼われている。 桜の季節には、ソメイヨシノや八重桜など、たくさんの桜が咲く。山陸の牧水の滝は、秩父を愛した歌人、和歌山牧水の歌詞がある。その他、アスレチック広場、テニスコート、勝武伝、宗方志向の作品を中心に展示する、美術館、山東アート、ミュージアム、武功山に関する資料を集めた武功山資料館がある。2007年より、 芝桜の作時期は芝桜の丘が有料となった。入園料300円。団体20名以上250円。ありがとうございます。